分子コーラム感想速報。最新729話美しい子感想速報。皆さんこんにちは、分子のコーラムです。今回は最新729話美しい子感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本日ネタ、史実ネタを含むため、気になる方はご注意くださいね。先一家をティアンチョンに同行させる代わりに、歓喜の過去についての情報を要求したマキ。すると先の頭目は、歓喜が先一家の最古さん、という衝撃的な情報とともに、彼の過去と先一家との出会いについて語り始めました。一体彼女の口からは、どんな情報が明かされるのでしょう。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、先一家の素顔。飛信隊の面々は、覆面を外した先の頭目が女性だったことに衝撃を受けていました。頭目の素顔を見た美兵は、他の先一家も実は美女揃いなのではと期待したようですが、彼の淡い期待は、先の一人によって打ち砕かれてしまいました。覆面を外した別の先は男性であり、その顔は、傷と火傷でズタズタになっていたのです。細かい傷のつき方や、顔の火傷を見ると、彼の傷は戦で負ったものではなく、誰かに尋問された結果なのかもしれませんね。それにしても、美兵の疑問に対してわざわざ答えを見せてくれるなんて、先一家の中には、意外と気さくな人もいるのでしょうか。2、歓喜との出会い。静かに語り出した頭目によると、先一家と歓喜が出会ったのは、歓喜が13歳頃のことのようです。生と出会った時の李信が14歳だったことを鑑みると、このくらいの年頃というのは、作中において重要な意味があるのかもしれませんね。先一家と歓喜が出会った日には、激しい雨が降っており、彼らが縄張りの近くで子供が倒れている、との知らせを聞いて見に行くと、そこには美しい顔立ちをした少年、歓喜が倒れていたそうです。美しい顔という点から、歓喜はどこかの上流階級の血筋なのかとも思いましたが、一方で、倒れていた少年歓喜の服装からは、別の可能性が浮かんできます。これまで、作中で袖なしの服を着ているのは、美人や氷羅、仮想民だけでしたので、歓喜の生まれは、平民よりも下の身分だったのかもしれませんね。そう考えると、彼が李信との初対面時に、妙に友好的だったのにも特進がいきます。ともあれ、先一家は、まだ息があった歓喜を連れ帰って仲間に加えたそうですが、彼を加入させたことによって、先一家は劇的に変貌してしまいました。どうやら、元々の先一家は、残虐な行為に手を染めていたわけではなく、現在の彼らの代名詞となっている行為の数々は、他ならぬ歓喜が始めさせたものだったようです。とはいえ、まだ少年だった歓喜が、仲間に力ずくで残虐行為を強要したとは思えませんが、一体彼は、どのような方法で、先一家を羅刹に変えていったのでしょうか。3、歓喜の独立。ここまで先の話を聞いていた泣きは、歓喜が先一家の頭目になっていないことへ疑問を呈しましたが、頭目によると、彼がとある事件を契機に、一家から独立して自分の雇う団を創設し、規模を拡大させていくことで、今の歓喜軍を作っていったそうです。となると、歓喜軍の中には、未だ登場していない歓喜直属の一家が別に存在するのでしょうか。また、厳密に言うと、先一家は歓喜の一家に吸収されたわけではなく、先一家が自分たちの意志で歓喜に付き従っているようですね。こうして、歓喜と先一家の関係が明らかになりましたが、頭目は、肝心の歓喜が先一家を離れることになった原因については語らず、続きはディアンチョンの中で聞かせる、と、話を中断してしまいました。李信は、先一家のディアンチョンへの同行を強く反対している以上、情報を先に全て話してしまえば、約束を反故にされる危険があることを考えると、頭目の情報の出し方は、交渉技術として絶妙な一手だったと言えますね。4、長軍本営の動き。長軍の本陣では、歓喜軍の残党を捕獲した、との知らせが、各地から続々ともたらされますが、肝心の歓喜については、捕獲どころか、目撃情報すらもつかめていないようですね。どうやら長軍は、歓喜軍がチリジリに逃げてしまったことで、追跡に苦労しているようですが、
これは歓喜が肩を鳴らして、わざと軍を分散した結果なのでしょうか。長将たちは、歓喜軍が包囲脱出後に反転して、赤霊に逃げ込むことを危惧しているようですが、一方で李牧は、歓喜軍の残存戦力がほとんど残っていないことを理由に、たとえ彼らがどこに逃げたとしても、問題にはならない、と考えているようです。しかし、この李牧の慢心の結果、後に秦軍に義安城を奪われてしまうことを考えると、たとえ彼が六将、歓喜を撃てたとしても、戦後に各界から責任を追及されそうですよね。5. 真夜中のとか。趙軍の追撃をかわした歓喜たちは、大きな川の前に到着していました。どうやら彼らは、川の向こう岸へと逃げようとしているみたいですが、見渡す限り橋が存在しないので、どうしたものかと途方に暮れている模様。そんな中、歓喜が躊躇なく川に入り、歩いて渡河する姿勢を見せたことで、他の歓喜兵たちも、しぶしぶと馬を降りて、歓喜の後に続いて川を渡り始めます。誉れ高い六将の地位にありながら、土偶が汚れることを挑むことなく、必要とあらば率先して川に入るあたり、この将としての歓喜の姿勢は素晴らしいですね。どうやら、歓喜たちが敵の追撃を渡河によってかわすのは、今回が初めてではないらしく、彼らは野党時代、秦軍から逃げるために川を利用していたこともあるようです。李牧曰く、当時は川を渡ってしまえば、追手を完全に負けていたみたいですが、李牧の包囲網の完成度を踏まえると、今回は、それだけでは難しいと見ているようですね。しかし歓喜は、李牧の包囲網を、大したことがない、と評価しており、その上で、最終的には自分が勝つと、確信しているような素振りを見せています。とはいえ歓喜軍は、包囲脱出の際に戦力の大半を失っており、他の秦軍とも完全にはぐれているなど、勝利どころか生還すら危ぶまれる状況なのに、一体彼はこの劣勢から、どのようにして逆転するつもりなのでしょうか。6. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、先一家の正体です。今回、先一家と歓喜の過去の姿が描かれましたが、昔の酒一家を見ると、彼らは特徴的な襟巻きと革製の服を身につけているなど、普通の漢民族というよりも、家老亭や救命族に近いものを感じますよね。また、酒一家の顔の傷が当時よりも痛々しいものになっている点を踏まえると、歓喜独立の契機となった事件には、こちらが動画で考察したような異民族への迫害が関係しているのかもしれませんね。気になる情報がたくさん出たところで、残念ながら、来週と再来週は、救済と合併号でお休みが続くようです。もちろん、この間に気になるポイントを、しっかりと考察していくつもりですので、次に本編が掲載される8月25日まで、待機じゃー、ですね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。